はいどうも、寝癖の人です。今日は全然寝癖がついてない。もうちょっとピロって。はい、今日なんです。まあ、髪の毛切ったので、だいぶスッキリして、だいぶ寝癖もつきにくくなったのかなと思います。今日はですね、お家で簡単ローストビーフを作っていきたいと思います。炊飯器で作るローストビーフなので、すごい簡単なものになっていて、まあ、在宅向けのものになってるので、皆さんも作ってみてください。それでは、調理編へどうぞ。はい、ということで今日なんですけども、ローストビーフを炊飯器を使って作っていきたいと思います。材料は、ブロックでございます。うわーうまそう。使わなかったんですけどね、3割引きだったので買ってみました。調味料には醤油、料理酒、みりん、にんにく、シチューのソース、砂糖、これちょっと蜂蜜なかったので砂糖で代用してます。塩、胡椒になります。細かい分量については調理しながら説明していきたいと思います。見てください、これ2回目高かったんでね、こちらを美味しくいただこうと思います。はい、こちらなんですけど、フォークを使って穴を開けていきたいと思います。まあ、前回に引き続き日頃のストレスをここにぶつけていきたいと思います。ほら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 、至ってちゃった。お肉の気持ちが映っちゃった。はい、ということでこうやって穴開けて染み込ませやすくしていきます。できました。そしたらそこに塩と胡椒をすり込んでいきます。はい、塩をバーッと振って、胡椒もバーッと振って、でここにニンニクもすり込んでいきます。バッと、うわー手がニンニク臭くなる。この後 PC を触るのに臭くなる。PC を触るのにニンニクを容赦なく触っていく。これと YouTuber の鏡に勝手に怒られる。うわーニンニクの匂いエグ。はい、そうですね、こうやって馴染んだらこれを袋に入れていきます。で洗いました。くっそ渋てー、ニンニクも癖毛も渋てー。はい、ということで大きい袋にこれを入れていきたいと思います。よいしょ。はい、入れ終わりましたらここに調味料を入れていきます。醤油 25ml。 はい、なくなった。なくなったので新鮮なやつ。僕はね、気まぐれクックさん大好きなんで、ドルと真似していきたいと思います。はい、醤油入れます。はい、続いて酒、こちらは 20ml 入れていきます。はい、酒 20ml。 続いてみりん 20ml。 料理は適当、お菓子は適量とか確かよく言いますけど、僕はね、料理も適量でやっていきたいと思います。中濃ソースが 10g、こんぐらいですかね。適当で大丈夫です。こんぐらいですかね。そして、まあ、多い胡椒、多い塩。最後に、砂糖。これ、蜂蜜を 5g 入れるんですけど、ないので、砂糖を蜂蜜の代わりに 5g。まあ、全体これぐらいでしょう。こちらを漬け込んでいきます。優しく飲んでいきます。優しくですね、優しく。はい。そしたらですね、こちらを冷蔵庫でしまって漬け込んでいきます。はい、はい。冷蔵庫開いてるやないか。はい、ということでご飯ももう少しで炊けますし、お肉もいい感じに使ったのでこちらを仕上げていきたいと思います。まあ仕上げだな、まあ、半分もいってない。ということでまずフライパンにオリーブオイルを入れます。お前もないんかーい。お肉を取り出します。おお、見てください、おいしそう。出します。おお、そうですね、こちらフライパンをめちゃめちゃ温めてから強火で一気に表面を焼いていきたいと思います。表面だけ焼きます。火は強火でいいです。そしたらちょっと換気扇をつけて、うるさくてすみません。フライパンがいい感じに温まってきたのでお肉焼いていきます。この時めっちゃ離れてるので気をつけてください。いきます。この時にあまり焼きすぎてしまうと中までガッツリ火が通っちゃうので、表面だけ焼き目を換気扇つけていきます。めっちゃ離れますね。めっちゃ離れる、めっちゃ離れる。あ、飛んでた。危ない。熱い熱い熱い。めっちゃ跳ねるやん。おー、いい感じで。あっちゃあっちゃあっちゃ。うまそうなんよな、肉って。いや、うまそうだ。うめえんだけどね。うん。肉の断面を。OK でーす。熱かったー。じゃあですね、これをもう一度袋に戻して。次はちゃんとタリと空気を抜いて、ジップロックにしまいます。そしたらですね、ここに沸騰したお湯を入れていきます。全体が浸かるまで入れちゃってください。カメラオンで終わる。そしたらですね、これを炊飯器に入れていきます。はい、炊飯器に入れましたら倒して、この保温機能を使って温めていきます。こちらで40分放置していきたいと思います。そしたらですね、この間に付け合わせを作っていきたいと思います。これは完全オリジナルです。エリンギとピーマン。あんまりローストビーフにこう付け合わせでピーマンとエリンギって聞いたことないので、僕の好き嫌い好みですね。はい、ピーマンはいただきで、種を抜いて、こちらを持ってきます。まあ、食べやすい大きさにカットしていきましょうか。まあ、こんなもんすかね。では、続いてはエリンギちゃん。いいですね、エリンギ。じゃあ、この、担任家族のママ的なやつを食べてきたいと思います。これは綺麗なので、そのまま全部切っていきたいと思います。こんな感じにスライスします。そしたら、こちらを焼いていきたいと思います。はい、ということで、焼けました。で、ということで、切っていきましょう。うわ、
うまそう。ちなみになんですが、この残ったタレなんですけども、こちらはまた別で加熱して使っていきます。はい、こちらは電子レンジで40秒いや1分1分間温めてください。それでは切っていきます。じゃあ大きめに。カットてれー。おお、うまそう。美味しそう。めちゃめちゃ美味しそう。めちゃめちゃ綺麗な色。受けてみろ奥義。一旦これくらいにしましょうか。はい、そしたら最後に盛り付けていきたいと思います。うひょう、うまそう。めちゃめちゃうまそうじゃないですか先輩。あれやねんってね。うわ、うまそう。お店で出てくるやつやん。はい、そしたら最後にここにソースをかけていきます。昨日チンしたソースですね。完成です。はい、では食べていきましょう。はい、ということで食べていきたいと思います。見てください、改めて。これ炊飯器で作ったローストビーフですよ。うまそう。そしてご飯2合、ちょっとこちら食べれるところまで食べていきたいと思います。それではいただきます。見てください、うまそう。ピンク色の、見えますかね。いただきます。うめ、なんでこれ、野菜、うめ、野菜とおにぎ、うま、そしてお肉、うま、うん、マジで美味しい。本当に幸せ。お肉全然、素人が切ったこの分厚いやつでも全然硬くないし、ローストビーフなので冷ましてるんですけど、油を感じる、口入れた瞬間にうまさがブワーってきます。うん、やばい。あ、ローストビーフということで、あれ取っていきたいと思います。じゃん、わさびいってー。こいつをね、ちょっとつけていただきたいと思います。うん、なんでこんなに美味しいんだろう。いやー、うまっ。本当に準備して、ちょっと温めて、ちょっと温めただけなんで、全然料理時間としてはめっちゃ短いんですけど、時間かかってます？それ、時間かかってます。その、料理の作業時間としてはめっちゃ短いんですけど、すごい、こんな、うまいなー。そして、お米のうまい、うん、マジで分かった。うまい。わさびつけて。うまいなぁ。何度食ってもこのうまい感じ。なんだろう。めちゃめちゃ寝癖がひどかった日のセットがバチバチに決まったみたいな。まあ、はって感じですよね。そして、以前お世話になった豆乳さん。こちらちょっとお見せします。豆乳だね。実はこのご飯あんま大きく見えないかもしれないけど、豆乳と同じぐらいのサイズの茶碗っていうね、めっちゃ大きい。じゃどんどん食べていきたいと思います。まっ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 。もんな、これ絶対編集でカットされてる。野菜最後いきたいと思います。うまいなぁ。もうちょっと作ればよかったな。野菜、野菜が美味しいもん。これ一食で食べちゃうんだ。まぁ、ちょっと残ってますけどね。ただ、こんな美味しい食事を一食で食べちゃうなんて、なんて贅沢なんだ。煉獄さんって、あの髪型セットするのどんだけ時間かかってるんですかね。じゃ最後、3切れ食べていきたいと思います。めっちゃお腹いっぱいになってきたのにうめえのよ。あ、で、ご飯はもちろんね、冷やご飯にして食べますけど。いやね、2合をね、一食で食べる気で高ないですから。ただこんなにも進んでる。もう絶対1合以上食べたじゃん。そうよ。いや、最後の一口で食べたいと思います。ちょっとお酒につけて。うまっ。ごちそうさまでした。いやー、いろんなの作ってきましたけど、このローストビーフバカうまいっすね。炊飯器で作ったとは全然思えないし、これはプロ。改めてごちそうさまでした。すごい美味しいローストビーフできたので、皆さんもぜひ作ってみてください。はい、ということでこれからもね、いろんな動画撮っていけたらなと思いますので、まあ一旦ね、自分が趣味が両側通りなので、まあそういった動画を上げつつ、まあ何か興味のあることできたら、どん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 撮っていければなと思います。それでは皆さん、この動画が良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。コメントもぜひぜひくれると嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画で会いしましょう。バイバイ。